皆様こんにちは。パソコムプラザの小島です。今回はスマホ初めの一歩、これからスマホにするあなたへの回のタッチと入力、検索のコツ、写真を撮ろうです。では実際にスマホを見ながら確認していきたいと思います。こちらが iPhone です。ぐるっと回転して見ていくと、いろいろなところにボタンや丸い穴のようなものがあるかと思います。スマホを縦に持ったとき、右側のこちらですね、右側の側面にあるボタン、こちらが電源ボタンになります。反対側、左側の側面にあるのが音量を調節するボタンです。下のボタンが音が小さくなるボタン、上が大きくなるボタンです。この上についているものは音量のオン・オフを切り替えることができるボタンです。裏を見てください。こちらの黒い丸、こちらはカメラのレンズになります。反対側、こちらのちょっと左の方にある、これがインカメラと言いまして、自分で自分を撮るときなどに使う自撮りと言いますね。自撮りをするときのカメラのレンズになります。そしてこちらがホームボタンです。ホームボタンのないタイプのものもあります。次に Android のスマホを見ていきます。こちらもぐるーっと見てみましょう。いろいろなところにボタンがついていますね。こちらもスマホを縦にしたとき、右側にあるこちらの小さいボタンの方ですね、こちらが電源ボタンになります。ちょっと長い上のボタンは音量の調整のボタンになります。下が音が小さくなるボタン、上が音が大きくなるボタンです。そして裏ですね、こちらがカメラのレンズになります。こちらのちょっと見えづらいですが、この丸ですね、こちらがインカメラのレンズ、自撮りをする時のレンズになります。そしてこちらがホームボタンになります。 Android はいろんなタイプがありますが、だいたい側面に電源ボタンや音量ボタンがあります。で、インカメラのレンズやカメラのレンズですね、こちらも同じような位置についていると思いますので、ご自身のスマホをよく観察してみてください。では画面を見ていきましょう。このような画面になったらホームボタン、こちらですね、こちらをカチッと一度押してください。長く押してしまうとこのような画面になります。一回カチッと短く押してください。ホームボタンのないものは画面の下の縁の部分に指を置き、下からスーッと撫でるように持ち上げると開始することができます。たくさんの絵柄が出てくると思います。この一つ一つがアプリと呼ばれるもので、このアプリがあることで写真を撮ったり地図を見たりホームページを検索したりすることができます。どんな絵柄がありますか？アプリを触って確認してみましょう。スマホは指で操作をします。地図のアプリで基本的なスマホの操作を練習してみましょう。画面の地図の絵柄、マップというアプリを立ち上げたいと思います。マップの絵柄の上を軽く1回タッチしてください。
この操作をタップと言います。強く押す必要はありません。テーブルの上のごま粒をふっと指先で拾う感じです。もう一度いきます。マップの絵柄の上を軽く一回ポンとタッチします。そうすると地図のアプリが立ち上がります。Android の方はこちらの Google の集合体、このマークをタップします。この中のこちらのマーク、マップをタップしてください。こちらの地図でやってみてください。スマホの画面は拡大、縮小することができます。その方法をご説明します。画面に2本の指を同時に置きます。指を画面から離さないで、このまま指の間隔を広げます。広げて離す。広げて離す。こちらでどんどん画面が拡大しています。大きくなりましたね。次には逆に縮小してみます。小さく画面の中を小さく見てみます。指を2本同時に置いて、指の間隔を狭めます。どんどん縮小して見えると思います。狭めて離す。指を置いて狭めて離す。指を置いて狭めて離す。この操作を繰り返してください。どんどん地図が縮小されて世界が見えてきたと思います。次に指を触れたままゆっくり動かします。最後まで指は触れたままです。ずるずるーっと引きずるような感じです。何かを移動させるときに使う操作方法になります。ドラッグと呼ばれる操作になります。次に指で軽く払うように動かします。ほこりをさっと払うような指の感じです。文字を入力するときなどに使います。フリックと呼ばれる操作方法になります。このカタカナ用語は覚える必要はありません。何回か練習してスマホを操作するときの指の感覚に慣れてください。では次に写真を撮ってみましょう。カメラアプリをタップします。こちらのカメラのマークですね。カメラと書かれたアイコン、アプリをタップします。そうするとカメラアプリが立ち上がります。スマホを撮りたいものに合わせて画面に映るようにしましょう。このように持ってレンズに指がかかってしまうと指が入って写真になってしまいますので注意してください。しっかり持って、画面に撮りたいものが映っていることを確認し、こちらの丸いボタンですね。こちらを軽く1回タッチしますと、写真が撮れました。Android の方はカメラのマークがいろいろな形をしていると思います。こちらの Android の場合、このレンズの絵柄、こちらがカメラアプリになります。こちらをタップして、撮りたいものにスマホをかざし、指や他のものが入っていないかよーく確認して、こちらがシャッターになります。
これで撮影完了です。次に音声アシスタントの機能を使ってみましょう。 iPhone の場合は Siri と言います。 Android の場合は Google アシスタントです。こちらのホームボタンを長押しして、今日の天気は、今のところいい天気ですがあまり続かないかもしれません、というふうに声で操作をすることができます。美味しいレストランを教えて。はい、こちらはいかがでしょう。このようにいろいろ候補が表示されます。桜の開花時期を教えて。ウェブでこちらが見つかりました。このようにさらにホームページなどを確認することができます。桜の開花時期が表示されています。次に Android の場合です。こちらもホームボタンを長押しします。明日の天気は、明日の浦安は最高気温13度、最低気温4度で晴れ時々曇りでしょう。桜の開花予想を教えて。こちらがウェブの検索結果です。さらにタッチすることで情報を調べることができます。先ほど操作の練習をしたドラッグという方法を使っていろいろ探してみましょう。そして興味のあるところをタップします。そうすると桜の開花予報見られたと思います。いかがでしたでしょうか。ここまでご覧になってちょっとまだよくわからないところがあるという方は、お気軽にパソコムプラザまでご連絡ください。本日はご視聴いただきありがとうございました。